蓮舫の外頭演説で朝鮮学校の補助金復活を共産党キラヨシコ、二十三日に蓮舫さんの外頭演説にて共産党のキラヨシコさんが朝鮮学校の補助金復活を目指せる知事こそ誕生させましょうなどと発言されてしまいました。こちらすでに同じく蓮舫陣営の前川秀子さんが蓮舫さんは朝鮮学校無償化をやると。 明言されてしまっており蓮舫さんも敬意を丁寧に検証して決断すると説明されてしまっておられますが蓮舫さんが都知事となってしまいますと奈良相撲国家の北朝鮮の団体である朝鮮学校に東京都の税金が投入される恐れが大きくなってしまいます東京都にお住まいの国民の皆様有権者の皆様には選挙において審判を 下していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました